D 先輩です。ノクターン。D 子だよ、ノクターン。お手玉もできます。ほんとだ。放っておくとドラゴンは座り、オーブでお手玉。さて、タイムスピナーの部品を手に入れましたし、マークしているタイムスピナーのところに行ってみますか。何か変化が起こるかな？そうね。まだ探索できるところは残ってますが。もっと前に、ですか。変化が起こるよりも前に戻って、その変化自体をなかったことにしたいんだね。っていうかもう飛んじゃうの。調整用歯車がないのに行くの？大丈夫なのこれ？不安は尽きないね。また壊れてるー。ああ、終わった。たまたま水の上で助かった。お、しかも人が助けてくれそう。いい人っぽいね。よかった、感謝です。ここもラキエムなのか。そんなにアクセントが変なんだな。千年前？嘘？よく話が通じてるな。調整用歯車がないからこんなことに。エリート軍のキャンプか。ラキエムを憎む気持ちは一緒ってことか。でも千年前に滅ぼすって言っても、星そのものを破壊するくらいじゃなきゃ、千年もあれば元に戻るような気もするな。うん。ルーネの見た目はラキエム人みたいなのか。ネリステ。あまり馴染みのない名前だけどよくあるのかな。そうか、エンチャント。錬金術でどうとかって母が言ってたな。ここでやってくれるんだね。ああ、コールドリングか。カラスが売ってたな。なるほどね、ここで必要になってくるんだ。材料さえあれば無料でやってくれるみたい。なんて優しい。それに対してルーネの大物感。実力拝見と行こうかな。助けてもらってやけに偉そうです。むう、ダメージ量をお互いに増やすってことか。どちらにしても材料が足りないんだな。とりあえずリングが一つ必要ね。他にも人がいるのかな？キャンプだから一部隊はいそうだね。ベッドはこれしかない。まさか一人ってことはないだろうし。お、隊長か。でか。思った以上に大きい。隊はありますよ。ルーネが小さいんじゃないですよね。軽く3メーターはありそうですけども。ネリステはルーネと一緒だね。ということはビリートの人が大きいってわけではないな。そんなに見た目が似てるんですか。となると元はラキエム人だったとかあるかもね。うむ。要はタイムスピナーみたいなものだな。
かしでかい。回復魔法なのかな。確かに時間を操る方がすごいけど、回復魔法も十分すごいよね。誰でもできるってわけではないのかな。ああ、これクエストかも。ずっとメニューにあって楽しみでした。いきなり隊長。びっくりする。いきなり橋を壊したの。まああまりにも危険な獣がいるならそれもありなの、かな。そもそも敵地なら仕方ないかもね。食料とか足りているのかな。まさかのオーブ。さすが錬金術師。増えてる。そうか、新しいオーブがあると。それに伴い呪文とかも増えるんだ。なるほどねー。じゃあリングとかもっと必要になるな。オーブレベルはいつ上がっているんだろう。おお、かっこいい。これで炎攻撃ができるね。そうだよな。そのポータルに行けばなんとかなりそうですが。奪い返せばね。あちょ、落ちちゃったよ。でも正解。あ、ネックレスだ。おお、これってもしや。なるほどねー。切り替え。ほら、つまり3つまで装備の組み合わせを保存できて、それを瞬時に切り替えることができるってことですよ。そうか、それってめっちゃ便利じゃない。ですよね。こんな感じで、敵の弱点を見て切り替えることもできるわけです。素晴らしい。先に見つけてよかったー。このまま進んでたらもったいなかったね。お、今度は生きている鳥だ。そうか、千年前はまだいたんだ。千年後、つまり夢のいた時代は、この鳥はもう絶滅してるってことか。そうね、絶滅した鳥をモデルに作ったって言ってたし。悲しいことですね。確かに見た目は可愛い。特に目がクリッとしててね。押しつぶそうとしてくるのか。もも肉。その場で。考えようによってはグロいですが、まあお肉ってそういうものですからね。やはり星一つは出やすいのかな。そうかも。おお、まるで魔女の帽子。しかも強いね。催涙ガスって今までなかったよな。もしあるならメガネもいいけど、まあ強い帽子でいいでしょう。投げ食らう。こういう敵を真似て機械で作ったのね。似てる敵がいましたよね。
こういうのも全部絶滅しちゃったのかな。もしかして戦争のせいなのかしら。可能性は高いのかも。これが壊れた、というか壊した橋か。隊長さんがね。え、しかも一箇所じゃないな。どんだけ破壊したんだよ。やはり鱗粉で毒になりそうだな。気をつけないと。あ、そうか。一旦戻って敵を復活させてきました。ここで時を止めないと進めないんですね。そういうことね。ちなみにまだ解除できることに気づいてません。面目ない。まあ時間が短いからまだいいけどね。うん、うお、コウモリか。当たり前かもしれないけど、新しい敵ばかりだな。おっと、マップを見れば右が行き止まりだし、先にこっちに行った方が良さそうだな。そうね。こういう時にも呪文は助かる。そうだ、ドロップアイテムとかどうなのかな。持ってるね。しかも炎に弱い敵が多いな。やはり野生動物は火に弱いよな。軽くマラソンをしようかと思いましたが、ちょっと効率が悪そうだったので、それはまたいずれにしましょう。今はどんどん進めたいな。先が知りたいよね。なぜコウモリがオレンジジュースを持っているのか。その体のオレンジ色はまさか。え、体液？まさか。まさかですよね。これいつ使えるようになるんだろう。お、このゲームも極大。ほんと。なんか RPG みたい。あ、ボス。セーブもなくいきなりだね。え、そんなに強いの。見た目は可愛いあの鳥ですけども、こっちの方がワイルドね。え、そんな弱さで大丈夫なんですか。ちょっと不安になるね。さん、兵士なんですよね。会えない。すぐ王から変なことに。瞬間移動は心得ているようです。さっきのはボスというより戦闘用だったな。この子とそこまで違わなかったね。食料調達って言ってたし、やはり敵地でのキャンプは自利品だろうな。呼吸なんてないだろうからね。基本自給自足か。あ、待てよ。左上に進むしかないってことは、あの鳥を足場にしないとダメなのか。なるほどね。結構使う場面はあるんだね。そろそろ解除に気づく私。
とかな。あ、なるほど、燃やすこともできるのか。さすがファイアオーブ。背景の山がすごいですね。むしろ山脈です。立派なものね。ほんとよく落とすな。星1ならすぐ出るね。よ？ついに親か。さっきのボスはこれでよかったのでは。確かに。あ、倒せた。うん、ちょうどいい強さだったと思います。これなら兵士がやられてても納得だね。なんと2つも落とすのか。 HP100 だから呪文2発で倒せると、マラソンするには場所的にも強さ的にも辛いかな。長い通路の真ん中だとね。せめて一撃で倒せるくらいにならないと。これはすぐ集まる。スーファミの RPG にありそうな音楽、なんか好きです。燃やすことに意味があるのだろうかと少し思いましたが、今のところであれとなりました。何が？もう少し進むとわかります。ふん、幼虫。ハエが落とす幼虫ってあれだね。無事だね。言わないでよ。ハエの王とか出てくるかな。鎖に繋がれた人はいらないから。これ別にダメージ受けないし、沈むこともないから、時を止めず水面を泳いでも問題なかったな。そうだね。なんだこれ。今度こそ本当のボスかな。あ、これがネリステの言ってたやつか。ここまでは来てたんだね。じゃああのでかい鳥とも合ってるんだな。で、でかー。もっとでかい鳥がいた。浄化。なぜか鎖に繋がれてるけど、ラキエム君の仕業でしょうか。隊長たちではないと思いたい。繋がれているのがハエじゃなくて助かったよ。本当ですね。あの体液の上では動きが遅くなるな。はあ、でも動かないからまだマシ。この壁が怖いね。どうやって起こしているんだろう。勝手に巻き起こしているようにも見えるけど。何？鎖を解いただと。しかもそれで攻撃してきてる。どういう原理？魔法が使えるのかしら。それならさっきの壁も納得ですけど。動けないからって侮れないな。うん、左右に動いていればなんとか。これも真ん中でいいな。体液が地面にあるとちょっと厄介。避けにくくなるのか。まあでも基本が分かればあとは大丈夫。動きを理解すれば簡単ですね。大きい鳥かごだったのかな。はい、ここに覚えがありませんか。もしかしてスタート地点。はい、なんか見たことあるなと思ったら、過去と現在で同じ構造になってました。全く同じ場所にいるんだ。そ
そうなんです。先ほどのボスの場所に飛ばされたんです。千年後のね。ここで倒してるからいなかったのかな？それとも、ってパラドックスを考えるとややこしい。ほんとね。うお？これでワープができそうだぞ。ついに。へ？何ですかいきなり。サキュバス。あらお得意の。インキュバスと同時に。へえ、同一の設定もありますが。双子みたいな存在なのかな。同一。一般的に男性にはサキュバスが、女性にはインキュバスが訪れると言います。つまり、好みの異性の姿で。そういうことか。え、今の声ドラゴンの名の？喋れたんだ。混沌の産物か。それは悪魔城。いいらな。確か図書館に銅像があったな。いいらなのおかげ。そういうことなのか。それで勝ったから偉大なる、ってこと。ポータルを奪ったのも実質こいつらか。ここで戦うわけでは、なさそうかな。なんて声。お城で待ってるって。名前だけはメニューを開くとわかってましたよ。どういうこと？まさか、現在に戻ってきてる。時を超えたの。タイムスピナーがなくてもいけるんかい？しかも場所のワープすらお手の物じゃないか。ここから過去のキャンプにも飛べるし。時間も場所も指定できるのね。どんだけ便利なワープなんだ。もうタイムスピナーはいらないじゃないか。ほんとだね。じゃあさっき助けた兵士さんも気になるけど。そうだな、終わる前に拾ってきたことを報告するか。そしたら今回は終わりましょう。一応クエストってことだね。そうだ、そんなこと言ってたな。そうなの。ファイアオーブのことだね。あ、そっちか。完了、の表示は出るんだ。開始は出なかったけど。この時代にもちゃんと故郷はあるんだよな。多分ね。はい、なぜかを手軽に変えることができました。ああ、なるほど。気になるよね。でも偉大なイーラナって銅像があるくらいだから、おそらく。だね。そうか、あの図書館で。もう簡単に行けるもんね。いきなりお手軽になっちゃったな。そうか、ネックレスを手に入れたから。一つだけ作れるんだ。オーブのレベルが5上がるのね。
今できるのはこれだけか。まあ図書館に行けるってことはカラスにも会えるから。そうね、材料を買うこともできる。コース予想。リーチは短いけど威力はありそう。よし、じゃあ今回はここまでにしましょうか。ノクターン。次回をお楽しみにね、ノクターン。